岸田首相ニーサ高級化必須今は金融庁はニーサについてこんな要望を出していますねこういった要望に応えるかのような岸田首相の高級化発言ニーサが拡充されたらハッピーですが今のニーサはそもそも増税と抱き合わせて行われたものですニーサは高級化するし投資額も増やしてあげるけどニーサ以外の投資にかかる税率は現行の20%から25%にアップしますよこんな感じのことが起きても全く不思議じゃないってわけですね 現状、企業型年金制度がない会社員が優遇税制をフル活用すると、積立ニー s は年額40万円、イデコは年額27.6万円、月2.3万円ですね。2つ合計でざっくり月5万円強の積立ですね。 投資可能期間の期限をなくし非課税保有期間を無期限にするとしても NISA とイデコの枠を使い切るのでいっぱいいっぱいだよっていう人の方が多くなるかなと思いますその一方で金融所得増税どうしても嫌だっていう人もいるでしょうもし税率が20%から25%になったらどうするのか法人税の増税が行われないという前提ですが NISA が拡充されて税負担が上がりそうな人は法人を活用するといいですね結局のところ税金をコントロールする力知識のある人になることが大切です